この動画はクリエイティビティを発揮する上で邪魔になる5つの大きな障壁とその乗り越え方について解説するものです。アイデアを出す機会が多い人、新しいものを生み出すことに関心がある人など幅広い視聴者を対象としていますので、ぜひ最後までご視聴ください。あなたのアイデアが枯渇する理由、知っていますか？私たちが日々アイデアを出し続けられないのは、クリエイティブな発想を妨げる大きな障壁があるからなのです。まず、一つ目の障壁は、完璧主義にとらわれすぎることです。アイデアを練る際、完璧を求めすぎると、かえって行き詰まってしまいます。アイデアの段階では、細部へのこだわりは後回しにして、まずは自由に発想するべきなのです。完璧主義にとらわれすぎると、新しいアイデアを打ち出す前から、自己批判にとらわれてしまいがちです。これでは、まだ不十分だ、もっと磨かなければと悩み続けることで、アイデアが形になる前に潰れてしまうのです。いつまでもアイデアを固めようとして、行き詰まってしまうケースが多いものです。代わりにまずは雑でもよい、とにかく書き出そうと思うことが重要です。アイデアの可能性を見極める前に、批判的に判断してしまわないことです。一度認めたアイデアに対して、さらに磨きをかける時間は、後からでも十分取れます。アイデアのラフな形を作ることに集中し、完成を急ぐ必要はありません。二つ目の障壁は、判断力の欠如です。アイデアを鵜呑みにするのも、すぐ排除してしまうのも問題があります。冷静に判断し、可能性を見極める力が必要不可欠なのです。常に批判的に物事を判断しすぎると、新鮮なアイデアを生み出すのは難しくなります。一方で、すべてのアイデアを無批判に受け入れてしまっても、現実的な実現が難しくなる可能性があります。この量極端に触れすぎてはいけません。アイデアを冷静に判断し、本当に価値があるものを見極める力が欠かせません。このアイデアだと、課題が多すぎるな、こちらの案の方が現実的に実現しやすいかも、と、クリエイティブな発想とリアリティの両立を常に意識することが大切です。アイデアを机上の空論に終わらせず、実現可能な形に育てていく賢明さが求められます。三つ目の障壁は、思考の殻から抜け出せないことです。慣れ親しんだ発想のパターンから抜け出せないと、新鮮な視点が生まれません。既存の概念にとらわれずに、思考を柔軟にすることが肝心なのです。これまでも、こうやって考えてきたという固定観念にとらわれていると、それ以上の発想が生まれなくなってしまいます。いつものやり方を疑うことなく、安住してしまうと、思考が硬直化します。そうすると、アイデアに新鮮味が出ず、陳腐な発想に終始してしまうでしょう。一度、抜本的に視点を変えてみることで、新たな気づきが生まれる可能性があります。逆の立場から見たら、全く異なるアプローチで考えたらどうなるだろう。と意図的に発想を変化させてみることが有効なのです。普段と正反対の価値観で物事を見ることで今までの概念からの解放が期待できます。4つ目の障壁は挑戦を恐れることです。新しいことに挑戦するリスクを恐れるとチャンスを逃してしまいます。挑戦を恐れずに一歩を踏み出す勇気が何よりも大切なのです。人は誰しも新しいことへの不安を抱えています。失敗したらどうしよう、周りからバカにされたらといった恐れからチャレンジを控えがちになるものです。しかし、そうした恐怖心から逃げ続けていては新しいアイデアを実現する機会は決してやってきません。アイデアの実現には必ずリスクが伴います。失敗を恐れず勇気を持って一歩を踏み出すことが絶対条件となります。アイデアを形にするにはとにかく挑戦する姿勢が欠かせません。全てを完璧にこなそうとするのではなく、まずは小さな一歩を踏み出すことから始めましょう。最後に5つ目の障壁は好奇心が足りないことです。好奇心が湧かなければ新しいものを生み出すのは難しくなります。物事に対する探求心を持ち続けることでアイデアの源が尽きることはありません。アイデアを生み出すには常になぜと問いかける姿勢が重要です。あらゆるものに対して根源的な疑問を抱き続けることで新たな気づきが生まれるはずです。例えば、なぜこの製品はこうなっているのだろう、もっと使いやすく改良できないかと問いを立て続けることでアイデアのヒントが浮かぶかもしれません。好奇心旺盛な人ほど世の中の課題やニーズを敏感に感じ取ることができます。好奇心を持ち続けることで新しい発想のきっかけが生まれ、アイデアの源泉が枯渇するリスクを防げるのです。自分なりの工夫を加えながら実践すれば、きっとあなたの中に眠っていた想像力が開花するはずです。完璧主義から解放され、賢明な判断力を身につけ、柔軟な発想と冒険心を養うことで、アイデアの源泉は絶やすことなく湧き続けるでしょう。クリエイティビティの扉を自ら開く鍵がきっと見つかるはずです。